ンポン。ウケる。お、何見てんの？いや、最近漫画アプリにハマってまして。おう、ええー、な。少年ジャンプアプリで面白い漫画読みまくりです。へえ、ちなみに先生が今ハマってる漫画とかあるん？恋するワンピースですね。何それ？一般男子高校生山本ルフィ君が同級生の小山奈美ちゃんとイチャイチャしつつ、ウソップに振り回されるラブコメです。ごめんよくわかんない。これ読んでるとワンピース知識が深まります。へえ、それとあのキャラが好きになりました。へえ、誰や？カニテのジャイロ。マジで誰だよ。え、カニテのジャイロはご存知でない？ほら、この手を見れば絶対思い出すはずです。純粋にカニしかイメージできないんですが、ヒントをあげます。いや、ヒントも何も絶対そんなやつ覚えてない。花のアーロン、くん、思い出した？いや、アーロンさんしか思い出せないんですが。じゃあヒントその2、アーロンをポインターみたいに使うのやめろ。てか、ついなちゃんはもしかして分かったりする？水世界へ浮かべてこい。口、どうした？ほらヒント2ですよ。いや、全然わからん。口、中、本当にわからないんですか？中、うわ、何語尾、肝。ヒントは何ですか？中さんの語尾ですよ。中、覚えとらんわ、そんなん。ついなちゃんのそんなの覚えてないよな。水世界へ浮かべてこい。役に入り込んどるな。ほら、新世界の魚人島編で。ああ、なんか魚人島編でホーディにやられたモブっぽい海賊がカニっぽい感じだったような。正解です。いや、もううろ覚えです。おめでとう。混ざってんな、もはや誰だよ。顔、パーツ増えてる。パッちゃんと黒帯も入れてみました。顔面アーロン海賊団やめろ。シャーハハハ、チュッチュッチュ。うわ、もうこいつどうしたろうかな。ねえ、ついなちゃん。新世界へ浮かべてこい。マジで浮かべてこようかな。ピンポン。うわおお。なんや、アホの声がする。物質からや。どうしたんや。どうしたんや。すみません。ちょっと私の立ち絵パラメーターが暴走しているみたいで。あ？表情が固まらない。その眉毛なんか腹立つな。表情がランダムで変わってしまうんです。何が暴走状態や。なんか別の人の顔混ざってない？え、どれだろう。これ、自分よ。新しいバリエーション出してくんのやめろ。これは幽霊がいたずらしてますね。私が洗いましょう。君、後ろにハンドレーいるけど大丈夫？カンブリ食べたい。カンブリ食べたい。食べれば。カンブリ。カンブリ推し断末魔やめろ。あれ、治りました。わあ、よかったです。おお、さすがついなちゃんや。よかったな。映ってる。ついなちゃん早く治して。ちょっと待ってください。力をチャージ中です。おい、何チャージしてんだ。それが原因じゃないだろうね。激写激写。おい、何どさくさに紛れて撮ってんだよこのボケ。いきますよ。幽霊の妖だ。おい、技名が明らかに元凶であることを示してる野郎が。よしよしじゃない。ピンポン。ちょっと能力試してもいいですか？は？何の能力や。生き量の高齢術。ちょっと何言ってるかわからない。ほら、よくあるじゃないですか。リタコが死者を自分の体に取り付かせるやつ。ああ、あるな。それも生き量版です。それなんか意味あるの？例えば遠方の友人の生き量を下ろせば、遠方の友人とお話できます。電話しろ。まあまあ、とりあえず試してみましょう。うん、いきや。そのポーズと発声いる？おい、大丈夫か？いらっしゃい。うわ、びっくりした。あなたは？俺は浪人屋の面打ちを。はあ、わかってる。大丈夫よ、姉ちゃん。チャーハン大盛りだよな。誰が大盛り食べそうな見た目しとるんや。しばき倒すぞ。いや、でもそんなカップクイーンだからちゃんと食わねえと腹減っちまう。はっ、私は一体。おはよう、あかりちゃん。なんや、なんか顎痛いんですが。気のせいやろ。ふむ。でももう一発いきますか。うん、いき、やん。はい。もしもし？キャイン、ついなたんですよ。どの世界線のついなさんですか？うん、いつも先輩と一緒に遊んでるついなたんです。どうでもいいけど髪飾りおかしくない？超絶可愛いでしょ。どうでもいいけど髪飾りおかしくない？ブリブリブリッコのついなたんですよ。ブリブリ。ラスト、うん、いき、やん。はい。もしもし、こんにちは、絆あかりや。うちかよ。あれ、あなたはどなた？私だよ。なんやねん、そんな怒ってると見てた。そんなオープン露出狂キャラではねえよ。あれ、いつもこんな感じじゃありません。お前もしかしてモノマネしてんじゃねえだろうな。はいはい、チチチチ。お前、おい、それ眺めてるつもりか？最近の悩みは、お腹周りのお肉めっちゃつかめること。ピンポン。ありがとですか？そうなんです。うまい棒ってあるじゃないですか。はい。あれの消費税っていくらなんでしょうか？それは、奥が深いですね。そうですかね。ははばかどもめ、米一郎だよ。現代において米を納めるわけねえだろ、帰れ。消費税ってそもそもいくらでしたっけ？ 400% くらい？消費が止まる。なんと、ではうまい棒1本で消費税が4000円もかかるんですか？純粋に計算間違えてるね。やれやれ、私の出番かな。先生！うまい棒が10円、消費税が 8% だから、消費税は8円だ。事例はバカだれ。でも私の担当科目歴史ですし。担当科目とかそういう次元の話
ではないんですが、こうなったらヤホー知恵袋に聞くしか、なんかそれが最善ってな気がしてきた。お、早速回答が来ました。消費税 8% でうまい棒10円なので 10×8 で80円だと思います。間違ってたらすみません。クッソが確かにね。違うよ、 8×10 で80円だよ。そこの前後は一旦置いとけ。私はまだ 8% の力しか出していません。その意味がわかりますか。てめえに至っては何の話してんだよ。ベストアンサー、やけくそになんな。消費税永遠の謎ですね。 It's mystery。 こいつら10円の 8% として消費税 0.8 円、1円未満が切り捨てなら0円や、日本以上買った場合とか、今後 10% になったらとか、いろいろあるが、今のところはそんな感じや。振動落ち着け、君がアホなだけや。